はい、皆さん、こんにちは。ベンチャンネルです。えー、今現在ね、12月12日、えー、月曜日、えー、11時30分、お昼30分前だね。えー、午前中でね、車内整理は、まあ、中はこんな感じになりましたと。ね。だいぶ少なくなったでしょう。ね。でね、 一旦ね、もう午前中で車内整理終了して、ええー、ね、まあ自分の大好きなさ、まあガルバンの大きい寝そべり、人魚、ね、もう車がね、今週で廃車になるんで、うん、置く場所がないんでね、ええー、なんとかオフさんの方で買い取りしてこようかなと思ってます。まあでかい方の寝そべりは、まあ、アイスちゃんとかゆかりとか、ミホとか、 あとは、ミ日がいるかな。あとは、アンチョビとかが乗ってる。で、こっちは、XL サイズのアンコウと、えー、着ぐるみの、なんか、僕の着ぐるみのアンチョビと、みほがいるかな。こん中は、あの、アルペジオに出てきた、あれかな。クマみたいな。あれね、でかいネソビルをね、 あの、マホネーのやつがね、ないんだよね、3日んない。だからまだどっかにあるんだと思うね。うん。まあ自分の好きな、一番好きなキャラクターがマホネーだからね。あとは本かなうん。うん、先のやつとあっち側が,が下に入って、あとは古めたの本。こっちはまあね、本の方のなんとかオフさん。まあ、ね、寝そべ人形の方のでかいやつは、まあ、自分の近場のね、 いつも買い取りしてるなんとかおさんの方はまとめてとかなっちゃいそうで怖いんで、うん、あの、市街地の方あのー、新4号線の方のね、こっち系統の売ってるなんとかおさんの方でちょっと買い取り行ってこようかなと思ってます。あとはね、小さい寝そべりのガルパンシリーズは、えまだね、自分の家の方にしまってあります。まあ小さい方はね、え、ー まあ自分で出品とか出せばさ、あのぐらいだったらね、安い料金で郵送とかできるんでね。こういう出カいのだとさ、結構値段高いとね、付けられちゃうんで、こういうのはもうどうしようもないなと思ってさ。それではね、えー、これから、えー、ね、買い取りしに、えー、行ってきます。それでは、またね、ご視聴ありがとうございました。ぜひよかったらご登録よろしくお願いします。じゃあ、失礼します。